ボクシングする意味知ることをできた。君に感謝しています。え、僕に？祖国に帰ったら君に教わったこと後輩に伝えていきたい。そして自慢する。僕、日本で強いボクサーと戦ってきたと。一歩幕の内という素晴らしいファイターと戦ってきたとね。そんな。その時はチャンピオンでいてほしい。日本じゃなく、もっとスケールの大きな。日本じゃない。約束できなくていいです。今は暴力時間行かなくては。もう古くなったけど、君に持っていてほしい。長くいるつもりだったから一生懸命日本語を覚えた。祖国戻ったら二度と使うことはないでしょう。だからこれ僕の最後の日本語。幕の内。さようなら。僕も忘れません。ボルグさんのこと、ボルグさんと戦ったことを。絶対忘れません。